皆さん、こんばんは、マーティン、ダイブの迷宮空き池と徳です。鉄棒上手になろう。まあ、いろいろですが、正しい言い方はこうですが、間違っ,てなかった言い方は指を広げてはいけません。閉じてです。まあ、鉄棒にぶら下がるのが基本ですが、はい。まあ、姿勢も大事です。逆さまになるこういう逆立ち。も大変ですね、はい。前回り、まあ、怖いもんですけども、力を入れてです。はい。ゆっくり下ろす。足抜き回りもそうです。これではうまく回れないようは、ドスンと落ちるたり、 まあ、鉄棒にいる力が違ったりするそうです。はい。さあ、上がり、これね、はい。振り上げて、まあ、タイミングが大事です。はい。これでは回らない。腕が伸びたり、体が反ったり、両足が反ったりするとダメです。まあ、基本です。1、2の、ハ、は、イ、い、で行きましょう。はい。まあ、スポーツの仕事は、まあ、審判員やトレーナー、雑誌記者など、いろいろですね。はい。鉄棒もそうです。まあ、私にとって、機械体操は苦手でございます。はい。 もう一つお話しします。跳び箱は、まあ、ジャンプを上げたり、まあ、馬の飛びを練習すればうまくいきます。跳び箱開脚跳びは、まあ、力を入れることが大事です。間違ったフォームでは飛べません。踏み切りが止まったり手前についたり近くではうまくいかないです。助走をつけるのが大事。開脚跳びこれ、開脚跳びはにいけますか間違えた。閉脚跳びでした。違う。失礼しました。助走はまず力を抜いてです。まあ 大乗前転、私一番苦手です。これ、頭痛くてます。頭の後ろに飛び箱をつけるように回って、背中を丸めて、こういう感じです。まあ、大変です。あと、マット運動もそうです。まあ、機械体操私大の苦手ですね。申し訳ございません。まあ、基本、前転も確かに、起き上がったり途中で止ま頭使えたりはしてはダメです。後転もそうです。手のひらが前に向いて、上に向いているのもダメです。まあ、うまくいけば頑張ります。当日私、逆立ちも怖いです。 もう当日は難しいもんです。はい。というわけで、えー、機械体操の、まあ、コツでした。バイバイ。